ロボットとヒーローが大好きなアッキーミロです。はい、続けてきます。今回は何のイベントが待っているんでしょうか。はい、 TDF 極東支部の作戦室です。桐山隊長、基地周辺に怪獣が出現しました。何？直ちにウルトラホークを出撃、迎撃態勢を取れ。ダメです、ウルトラホーク各機はガッツ星人との戦闘で大破しています。あー、前回のあのガッツ星人の攻撃でやられちゃったのか。やむを得ん、迎撃機を発進させろ。びっくり、上空に飛行物体が多数現れました。 ETF の円盤だと思われます。やつら、ついに本腰を入れてきたか。よし、総員第一種戦闘配置、基地の防衛ラインで迎撃、一機たりとも突破させるな。了解。第14から34番までの防衛設備のロック解除、怪獣が第3防衛ラインに到達する前に撃退してください。家督隊やマット、ガイアセーバーズに出動を要請するんだ。結構でかい爆発だぞ。なんだ、この振動は内部の爆発だぞ。 ETF がすでに基地内へ潜入したというのか。いえ、それは確認できません。そうです、今までだって一度も。いや、基地内に入った ETF の宇宙人はいますよ。びっくり、もしかしてザラブ星人。おのれ、被害は。アンテナや光ケーブルなどの通信施設、それに戦闘機の射出口が爆破されました。なんてことだ、外部との連絡が取れない上に迎撃機も発進できないのか。イングラム、アヤタイ、頼みがある。俺のアールガンを調べてくれ。こんな緊急事態に？アールガンを銃形態に変形できれば怪獣を倒すことができるかもしれない。うん、銃形態だと。アヤ君、イングラムの言うことを聞いてやってくれ。パーソナルトルーパーなら射出口が破壊されていても発進できる。私はアルブレードで出撃します。わかったわ、イングラム、行きましょう。おお、いきなり戦闘なんすね。でー、出撃の音楽だな。ドゥン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 、あ、アールブレードです。ってことはライですね。 G レールガン、この怪獣は何なんだ。名前がわからない。35、無理でしょ。めちゃめちゃ強い。9、こりゃー、強制敗北イベントかな。痛い。45。どんどん威力が上がってるんですけど、それに対してこっちは一定の9。あー、Rが大破です。ビリ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 、1で粘ってますけど、くっ、量産機では歯が立たん。俺の R2 さえあれば。うおー、火炎放射まで。ライ、もういいわ、一旦帰還して。了解。お、 R ガンのところですね。ライももう戻ってきてます。このシステムはまさか。はい、間違いありません。これはプラスパーツのコネクターです。機体そのものが改造されていたため、今までは確証がつかめませんでしたが、二人ともわかるのか。イングラム、このまま出撃して、後で指示を送るわ。わかった。ライ、あなたは私と一緒に来て、プラスパーツの射出を手伝って。あのパーツだけはここに保管されているはずよ。わかりました。その前に山岡長官のところへ行って、プラスパーツの使用許可をもらいましょう。急いでる。でもなんか格納庫から来た方向が違うけど。格納庫右上なんですけどね。やめたまえ。あ、流星だ。あ、山岡長官、作成室は別か。エレベーターで乗ってそれからこっち来たんですね。合ってました。来参謀次官、頼む、この男を取り押さえてくれ。流星、あなた、今までどこにいたの。私たちはずっとあなたを探していたのよ。こないだの対戦の後、ずっと地下に投獄されてたんだよ。
さっきの爆発で独房の扉が開いたから出てきたんだ。あー、重要人物がなんか投獄されてるから絶対に近づいてはならんとか言ってたあの部屋か。本当ですか、山岡長官。あれを操縦できる彼は危険分子として処分されかけた。そこなんとか私が投獄で済ませたのだ。それよりも R1 の発信許可をくれ。このままじゃ基地ごとやられてしまうぜ。何、 R1 がこの基地にあるのか。 R1 だけじゃない、お前の R2 とアヤの R3 もこの基地に封印されているんだよ。でも R シリーズは解体処分を受けたはず。俺たちの機体がまだ存在しているのか。あのパーソナルトルーパーはモロハの剣だ。使い方を間違えばこの基地も吹き飛んでしまう。だから分離状態で戦うって言ってんだろ。しかしあれは今。頼む、俺を信じてくれ。必ずみんなを助けてみせる。長官、いずれにせよこのままでは全滅です。私たちに出動命令をください。この状況を打開できるのは私たちだけです。前の対戦でも流星は地球の危機を救いました。私は彼を信じます。ですから。分かった、 R シリーズの出動を許可する。だがくれぐれも無茶をするな。じゃあこんなことが言える立場ではないが頼んだぞ。あいつはこんな時のために作られたんだろ。任せてくれ。行くぞ、ライ、アヤ。いや、流星器でかいな。ずっと投獄されてたのに割と真面目なままだぞ。あるがとりあえず一人から始まりなんですね。どうしようかな、久々にダブルファイヤーやりますか。行動早いな。65めっちゃ強い。ダブルファイヤー、ダブルファイヤー。64、5分の威力だけど明らかに HP に差がありすぎる。29、こっちだって。27、ほんと5分だな。でもこれでやられるかな。痛い。くっ、もう一度重形態に変形できれば。あっつー、来るか。来なかった。まだ作戦室です。アルガンの状態は一方的にやられています。このままではパイロットも危険です。くっ、なんてことだ。それにTDF 基地もこれ以上のダメージを受けると。最悪の場合は撤退命令を出すしかないか。我々 TDF はこんなにも無力だったのか。隊長、第7格納庫の下から高熱源体の反応が。なんだと。金属反応あり、巨大な物体のようです。新手か、まさか地下からも攻めてくるとは。これでこの基地も何か手はないのか。隊長、これを見てください。何？お、今度こそ来たかな。あ、これはムービーとかじゃないですね。画面がスクロールで下に下がってるだけだ。おお、合体してんじゃん。分離してねえぞ。さっきなんか分離して戦うって言ってるだろって流星が言ってた気がするんですけど。さあ、この BGM。 デク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 デデン。そうか、まだこの当時は SRX のテーマも R1 のテーマでしたね。 GO! 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 ですね。これはまさか巨大ロボット、対怪獣用一撃必殺型パーソナルトルーパー。あれがまだ存在していたのか。トロニウムエンジンフルドライブ。スーパーヒーロー作戦で、ね、この音楽聞くのなんかすっごい久しぶりですね。何十年ぶりだろう。 SRX に合体したままで封印してあったとはな。道理で長官が発信を渋るわけだぜ。ライ、アヤ、各部チェックは終了したか。てか本当だよ、あんだけ危険視してるんだったら解体てか分離しとけよ。サイコクラッチ、フィーリンクシステム、共に正常。
こっちは問題ないわ。まずいぞ、機体装備の武器は全て封印されている。怪獣相手なら肉弾性で十分だ。その方が SRX らしいぜ。なりは特撮ロボだからな。いや、戦う術はある。そう、武器はあるわ。イングラム、準備はできた？さあ、プラスパーツついてる。ああ、接続はうまくいったが、この増加パーツは何だ？あなたのマシン専用のプラスパーツよ。後でいろいろと聞きたいことがあるけど、今あいつを何とかしなきゃね。プラスパーツだと？ SRX もそう長く戦えないわ。ぶっつけ本番に行くわよ。何をやるってんだよ。イングラムの機体を使うなよ。システム転送開始。う、また変形するのか。君の機体は SRX で制御する。任せるしかないようだな。そう、これ余談ですけど、一応主人公っていう立場だったんで、なんか主人公が SRX の武器の一環だってコントロール権奪われるっていうのに、ちょっとえって思っちゃったんですよね。まあ後々これがセットでスパラボで出てくるようになってから、何の違和感も持たなくなりましたけど。信用しろ。システム転送確認。トロニウムエンジンフルドライブ。アルガンメタルジェノサイダーモード起動。リュウ、トリガーをあなたに預けるわ。トリガー、まさかあれなのか。やっぱりハイパートロニウムバスター砲か。ジダンを充填している時間がない。必ず当てろ。へっ、お前のサポートがあれば間違いねえぜ。 SRX、 みんなの危機を救ってくれ。名付けて天上天下一撃必殺砲くらえ。いやー、かっこいいっすねー。一撃必殺で本当に終わりました。アールガンとは一体何なんだ。アールガン、いえ、アールガンはね、まあ、発音今無理やり変えましたけど、アールガン、アールガン。これで合ってんのかな。適当です。SRX 計画で開発された SRX のオプション兵器なの。もともとは大出力粒子砲だったんだけど、汎用性を高めるためパーソナルトルーパーへ変形するようになった。だが出力が不安定なトロニウムエンジンが原因で起動実験に何回も失敗した。そして開発は中止され、アールガンは解体されて月へ送られたのだ。それをあなたが持っているなんて、それも完全に稼働している機体よ。現状はトロニウムエンジンの改良を行っている段階に過ぎないのよ。さっき SRX 計画の担当者であるカーク・ハミル博士と連絡を取った。スパロボでよく出てきますね、 OG でも。解体された R ガンのパーツは月のマオ・インダストリーに保管されているそうだ。じゃあなんでここに R ガンがあるんだよ。しかも起動実験の時 R ガンについた傷がイングラムの機体には確認された。月から送られてきた写真を見たが同じ傷だった。それじゃあ同一の機体なの。そういうことになりますね。この話を説明できる事実はただ一つ。信じられないことだが、今までの出来事がそれを立証しています。もしかしてそれは。そうだ、俺はドモンやカトルと同じく未来から来た人間だ。なるほどね。ドモンとかカトルは隠してないけど、イングラムは一人だけ隠してたっていうことか。やはりな。それってタイムスリップ。そんなバカな。事実だ。ただ自ら望んでこの時代に来たわけではない。あの隕石怪獣にデビルガンダムと接触したことによって過去にこの時代に飛ばされたのだ。そうだったの。新生歴195年、俺は月で保管されていた R ガンのパーツを集め、 L6 コロニーで R ガンとして組み立てた。その時にブラックボックスとなっていた銃形態への変形システムもそのまま生かした。そのおかげで俺たちは生き延びることができたが、
未来の技術のおかげとはいえ、完全に稼働させられるようになるなんて、しかもあなたの手で。俺の目的はデビルガンダムを倒すことだ。 DDF の地球の敵ではない、これだけは信じてくれ。あなたのガイアセイバーズの活躍を見れば信じられるわ。俺たち SRX チームも復帰し、ガイアセイバーズに参加することになった。これからも協力してくれるな。ああ。ところでさ、噂によるとドルギランとかグランドバースっていうスーパーマシンがあるらしいじゃねえか。ちょっと見てきていいかな。相変わらずのロボ好きというかメカ好きですね。やれやれ、その趣味相変わらずか。言っておくが、俺たちはガイアセイバーズに改めて配属となる。後でいくらでも見られるぞ。グランドバースはこの基地に帰還してくるんだろ。今すぐ見たいんだよ。いいわよ、でも一緒に写真を撮ったりしちゃダメよ。はいはい、じゃあ行ってくるぜ。流星らしいとか言いながらしっかりカメラを持っていたぞ。いいんだ、あいつは自分がどんな境遇にあってもああやって元気になれる強いやつだ。ちょっとバカひどいなバカだがな。そう、あの子の明るさに私たちがどれだけ助けられたことか。これからまた3人で辛い戦いをしなければなりませんね。3人じゃないわ、イングラムやガイアセイバーズのみんながいれば大丈夫よ。はい、セーブルームに来ました。もうセーブも完了したので今回はここで区切りたいと思います。いやー、 SRX 出てきましたね。そして音楽が、まあ、R1 のおかげですが、よかったっすね。テケテケテレッテッテン、テレッテッテレッテッテ。歌うと長くなっちゃうからやめよう。いやー、これでもうアルファに関わるメンツは全部出てきたかな。流星、ライ、アヤ、イングラム、で、アルファ主人公たちの4人と、ユーゼス。うん、そうですね。いやー、これやっぱスーパーヒーロー作戦終わったらアルファやろうかな。やっぱすげーやりたくなってきましたわ。まあちょっとスーパーヒーロー作戦っていうよりほぼスパロボみたいな回でしたけど、とても楽しかったです。まあ次回はどうなるか全然覚えてないんで、そこを楽しみにやっていきたいと思います。この動画暇つぶしになったなと思えたら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次のパートでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。